THQ のロゴ2000年から2011年までの THQ のロゴ THQ は2012年12月20日までアメリカカリフォルニア州カラベイシスに本社を置きコンピュータゲームの開発発売を行っていた企業現在はノルディックゲームズのブランドコンシューマーゲーム機及びウィンドウスプック用のゲームソフトを開発していた設立当初は 玩具の製造メーカーであり、企業名 THQ もトイヘッドクォーターズから来ている。しかし、後に玩具業界から撤退し、1994年以降はコンピュータゲーム専業の企業となった。2012年5月までの CEO は創業者でも、あるブライアン・ファレル、日本法人として THQ ジャパン株式会社が置かれていた。2006年7月、カーズで 日本進出。THQ 本体からのリリースは、マルチプラットフォームが主体だが、THQ ジャパンでは市場に合わせて発売機種を絞っていた。2008年発売のプロブログカラフルな希望から約3年ほどは、WWE シリーズや廉価版を除き、主にスパイクやサイバーフロント、好みにライセンス供与の形で日本版発売を行っていた。 2011年11月発売のセインズローザサードより自社パブリッシングを本格的に再開したが、後述する本社の経営不振により2012年2月29日をもって t h q ジャパンは事務所を閉鎖した。なお、日本法人は海外法人中では成績が良く黒字での閉鎖となった。欧米では2010年に w i i 用タブレットとしてユーロギャモタブレットをヒットさせたが翌2011年に発売した PS3&XBOX360 版は140万台が売れ残る大不振に終わり2012年2月の時点で約1億ドルの財源不足に陥っていた2012年5月30日 THQ の経営悪化を理由に社長ダニー・ビルソンが退任新しく クラッシュバンディクーの生みの親であり、ノーティドックの設立者でもある、ジェイソン・ルビンが社長に就任したが、2012年12月20日に、連邦倒産法第11章を申請し倒産した。2013年1月22日、THQ の資産は、参加のスタジオ及びゲームタイトルごとに競売にかけられ、複数のゲーム会社に買収されて消滅した。2014年、ダークスイダースや、 レッドファクションの判権を継承したノルディックゲームズにより THQ のブランドが買収される。2016年ノルディックゲームズが THQ ノルディックに社名を変更した。ありがとうございます。